確かに専用ホームページまではアクセスしないですね、うん、テレビの、ないです、ね、テレビのニュースとか新聞とかでとどまって、うん、そういうものなんですよ。だから情報はね届かないと意味がないんです。うん、なるほど。はっきり言えばどんなにいいことやってて、はい、どんなにいい取り組みをしてても、はい、ちゃんと僕らで言うと有権者ですよね、はい、市民の人にその情報がちゃんと届かないと、はい、それは意味のない情報なんですよ、はい、届いて初めて情報を見るのです、はい、確かにそうです。そうすると高校費はケチ入れないので、うん、そうですね、っていう中でだから55万の1枚で打ち上げでやっていくと、はい、意外と残んないっていうか、むしろ持ち出しなんですから、はい、それで10万の調査費月に2回あったら20万ですから、そこ20万どっか出すのっていう話になってくるんですよ。全部じゃあ自分でやらなきゃいけないからそんなにそうお金をもらってもギリギリなんですね。ただ一つ言っておくと横浜市はそれでも恵まれてますよ。で、あとね誤解をする、はい、あるといけない。これね政令市と県議会議員はすごい恵まれてます。だけど、はい、普通の市ですよね、はい、多摩市とか、はい、例えばこれは本州に書いて多摩市とか、はいはい、いわゆる政令市以外の市は僕が言って今この55万が月に3万とか5万とか、はい、10万とかなんですよ。なんでそんな違うんですか。月3万ですか、うん、月3万で調査活動もして、そうだから実質の経費、実質だから彼らはその、はい、僕たちほど調査活動できないと思います。やりたくてもお給料も少ないし、それってますますなんか差が出てきちゃうんですね。政令指定都市の人はもう市議会議員の人もより活動もできるからどん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 いい状況になっていくじゃないですか。僕はだからそこはお金の回し方が逆じゃないですか。うん、でもねそこはだから、はい、で、こういう実態が知られてないんですよ。なるほど、そう、知らなかったです、私も、うん、そんな、どこの県だろうが、どこの市だろうが一律だと思ってました。そうでしょ。僕の横浜市の緑区だと、はい、今って人口17万8000人で、はい、市議会議員はたったの4人なんですよ、はい、で、同じ神奈川県で鎌倉市ってあって、はいはい、鎌倉市の人口大体同じで、はい、ここはね、市議会議員が何人だったかな、28とか6とかなんですよ、はい、ね、同じ市議会議員で、はい、ってことは、まあ、鎌倉の市議会議員を4人にしなさいって乱暴だとしても、うん、半分にすれば給料倍になるし選抜より倍になるんですよ。減らすっていう考えもあるんですね。いやだからそういう考えもある、はい、少なくとも横浜の立場で言えば、ね、横浜市のレベルだけど、はい、その人数でその人口で4人でやってるから、はい、同じように やりましょうってやれば、はい、他の市も多分数が減って、はい、給料増やして、はい、活動費も増やして、はい、でだからそこはどうするって話なの。横浜もだから給料高いからけしからんっていう議論はもちろんあるんだけど、はい、じゃあ議員の仕事をもっと限定にして、はい、もうそんな仕事しなくていいから、うん、調査もいいよと、はい、もう、まあ、何もしなくていいから、はい、お給料少なくしたいんだ、はい、だから、給料半分にしてその代わりもっと身近に相談できる、ねはい、議員を増やすために議員の数倍にしましょうっていうのも、うん、まあ選択としてはそれは誰か考えて誰が決めれるんですか、ね、法律なんですよ、これがまた。なるほど。国会議員なんですよ、これ。それは国会議員がそれぞれの市とかで、ね、市議会議員の数を決めてるんですか。ざっくり、ね、ざっくりまず法律が、はい、法律の中でそのいわゆる定数っていって、はい、あの人口これぐらいの町、これぐらいの県、はい、これぐらいの市だったら、はい、議員の上限はこうですねっていうのを法律で定めてるんです、はい、だそこに、限定されちゃうので、はい、まあ、今言ったのはちょっと僕が今言った提案は少し大げさではあるんですけど、はいはい、減らすことはできるので、はい、増やすのってなかなかしにくいんですけど減らすことはできるんで、なるほど、うん、まあ、それはなんか一つ選択とね。ただ問題はね、だから こういうこと知られてないんで、そうですよね、そこに対して疑問だって思ったこととかもなかったので、ないですよね。大体どのくらいいるかもわからないですもんし、うん、横浜は86人ですそうなんです、うん、それが多いか少ないかも正直ピンとこないですもん。いやね、少ないと思う、まあ、だからそれは日本の国内で比較すると少ないですね、はい、圧倒的にね。うん、だって鎌倉に行ったら、だから、出身者でしたっけ、私、横浜の磯子です。磯子でしょ、磯子だと、まあ、やっぱり緑区と大体人口同じくらいなので、はい、鎌倉に行くと、その磯子のエリアに市議会員が20数人いるんですよ。はい、それはなんか、確かにおかしいですね。だから自分の町に必ず議員がいるんですよ、はいはい、多分。感覚的には、はい、でも磯子だったら自分の町にいないじゃないですか、はい、いないですね。いないでしょ。それくらい多分、ね、肌感覚と違います。多分自分の町に議員がいるかいないかって。全国一律にすることによってそういうなんか疲弊とかもこう制度的に生まれてしまうってことなんですね。そうね、まあ、難しい。そうそうそう。ただまあ本当に地方に行くと、はい、横浜と同じ、はい、まあ、同じぐらいの面積で人口が1万人しかいないってことがあるわけですよ、はい、
じゃあそこの議員が、はい、じゃあ1万人しか人口いないから、はい、議員が3人でいるかっていうと、はい、面積横浜と間違いですからね、はい、あちょっと3人じゃ難しいよ、ね、だからそこは面積とね、あとそこに住んでる人の数と、はい、まあ、そのバランスで考えなきゃね、僕は嫌ですけど、だお金の議論はね、そこで、これ、この時間だけじゃ解決できないですね。で私たちももっとお金とか議員の方の定数とかについて、こうどんどん考えていかないといけないってことですね。だからまずね、自分の町にまず議員さんが何人いるのかね、はいはい、ホームページで調べてください。はい、じゃあそこからがそこからだと思います、はい、ありがとうございました、はい、いえ、とんでもないです。地方議員とお給料についてでした。ありがとうございました、はい。